はい、どうも、翔太です。2018年の9月18日に山本キッドさんが、亡くなったというニュースを、今日ですね、今日聞きまして、パチンコの実践中だったんですけども、ちょっともうパチンコのことを考えられなくなるぐらい、すごいショックを受けました。で、今日ちょっとキッドさんの話をしようと思うんだけども、僕の中でその山本キッドっていう人は学生時代のヒーローで、ちょうど僕がね、中学1年生から大学4年生までの、10年間が、プライドが始まってプライドが終わるまでのちょうど10年間で、僕の学生生活はもう本当に格闘技がもう青春みたいな感じで、俺も空手部とかやって、空手部から放課後みんなでね、柔道場に集まってグローブつけてプライドごっこみたいなやってたりとか、あとは大学上がってからパンクラスのジムでね、練習して総合格闘技の、練習したりとかしてね、もう学生時代がもう本当に総合格闘技、青春時代が総合格闘技だったから、そんな中の青春時代のもうヒーローだよね。ヒーローの一人のキッドさんがね、亡くなって、ちょっと、なんかショックっていうより、ショックなんだけど、信じられないみたいな。健康のもうマックスにいるみたいな。健康を擬人化したような人だと思ってたんだけども、まさかこんな早さで亡くなるとは思わなくて、いや、本当に今日めちゃめちゃショックでしたね。テレビではもちろん、応援してたというか、もう最初出てきた時ね、俺最初見たのは村浜さんとの K1 の試合で、もうすごい KO 勝ちして、もう衝撃がもうすごかったのと、もう試合はどれもすごかったけどね。宮田選手をリアルシャイニングウィザードで一発 KO したりとかね、大晦日だっけ、マサト選手とやってダウン奪ったりとかね。いや、伝説的な試合はたくさんあるんだけど、俺は大学の時、さっきもちょっと言ったの、総合やってて、で、パンクラスって、パンクラスのプロの本戦っていうのがあって、で、第0試合みたいな感じで、ゲートっていうのがあるのよ。アマチュア枠みたいなのがあって、で、そのゲートに上がるための、アマチュアの試合、ゲートっていうのは、パンクラスの大会の前座に、出るためのアマチュアの試合みたいな、ゲートっていうのがあるんだけど、あったんだけど、昔ね。で、俺、そのゲートっていうのに、出てた時に、キッドさんが、自分のジムのね、教え子、キラー B だったかな、の時の教え子だよね、本当にアマチュア。の選手のセコンドに来てて、普通にめちゃめちゃ応援してて、でもすごい忙しかった時期で、多分ヒーローズかなんかをもう数日先にもう3日後にはもうヒーローズみたいな、多分そんな時期だったと思うんだけども、めちゃめちゃ忙しい中、後輩の同情生のね、応援に来てて、しかも、あれでもうアマチュアのアマチュアだからね、みたいな試合のセコンドに来てて、普通にセコンド業しててさ、すげえな、この人みたいな。自分試合、もうすぐ試合だっていうのに、ね、自分のところの同情生のセコンドとか応援に普通に来てるって、わあ、こんな、言うたらスターなのに、すげえ、なんかちゃんとしてるっていうか、すげえ人だなって思って。で、ね、尊敬する人のね、自分の中でもスターの一人だったんだけどね。いやー、本当に残念です。オリンピックにね、挑戦するとか言って、もうあれもすごかったしね。いやー、本当に、なんていうか、だんだんとですね、知ってる人が亡くなっていくようになってしまいました。32歳になって。自分の、
世代の人とか、まあ、自分がまあ聞いてた音楽の人とか、自分がやってたゲームに携わってる人とかがこうどん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 、なくなっていってですね、少しずつなんていうかこう時代の移り変わりというか、あれを感じるね、こうちょっと少しずつ近づいてきたんだなと、あれが近づいてきたんだなっていうのを感じました。はい、本当に、めちゃめちゃショックでした。はい、ご冥福をお祈りします。はい、こんな感じで今日ちょっとね、キッドさんが亡くなったことに対してこう真面目にちょっと、お話したかったんで動画撮りました。柴田でした。おさま。